ターオーセス、今回は B リーグ第8節アウェーにて行われます琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズの見どころを紹介していきます。もしよろしければ、最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。強豪である川崎を倒しまして10連勝と勢いに乗っている琉球であります。今回ウェンズデーナイトゲーム名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの試合なんですけども、私のイメージでは名古屋と言いましたら、守備的なチームで、日本代表選手の安藤選手と張本天傑選手、そして大黒柱であるジャスティン・バーレル選手が中心になって点を取っていくチームって思ってたんですけども、今回移籍にて攻撃的なメンバーが加入しました。滋賀からはスリーポイントの名手である狩野選手、若くて勢いのある攻撃的なガードの斉藤選手、そして琉球ゴールデンキングスにも所属していて大黒柱を担っていた精神的支柱であるジェフ・エアーズ選手が加入しました。遅れて富山からメインプレイヤーであるレオライオンズ選手が加入し、攻撃力がとても増したなと思います。今まで琉球とは守備的な争いで琉球の方が勝ってて、前のシーズンで言ったら琉球が全部勝利しました。けども今回ちょっと攻撃パターンも増えて攻撃力がぐんと上がった名古屋相手にどう戦っていくか注目であります。今回琉球側の注目選手としましては、まず今回エヴァンス選手かなと思います。川崎戦にて、復帰しましたエヴァンス選手、得意なパスワークもそうですし、ここぞという時にダンクを決めて盛り上げる力、スリーポイントも入る好調ぶりも見せていまして、パワーフォワード系の多い名古屋相手にエヴァンス選手がどう輝くか、あとティリ選手も、試合に復帰したてなんですけども、相手の攻撃をティリ選手のうまいディフェンスでどう立ち向かっていくかっていうのが僕のまず見たいところでもあります。次に挙げるとしましたらシューター陣の岸本選手と田代選手かなと思います。相手が名シューターである安藤選手と狩野選手がいますので、そこに負けじと岸本選手と田代選手、そして今村選手と牧選手のシュート勝負っていうのが面白いかなと思います。特に岸本選手は川崎戦にて欲しいところでスリーポイントを入れてくれる場面っていうのもありましたので、岸本選手筆頭にシューター陣のスリーポイントは見どころであります。そして相手の注目選手と言いましたら、最初に述べた通り狩野選手、斉藤選手、エアーズ選手です。この3人がメインとして今試合に出ていまして、スターティング5にも常に選ばれてもいます。この選手たちの攻撃力っていうのは本当に尋常じゃありません。斉藤選手ガードながらも20点以上稼げる力ありますし、あと狩野選手の怖いところで言ったら、ノリに乗ってる時はスリーポイントをバスバス入れます。前のシーズン1試合スリーポイント11本入れるという当時叩き出していますので、やっぱ狩野選手を調子乗らしたらちょっと琉球とてやっぱきつい展開に陥ると思います。そしてエアーズ選手もシューターでもありつつ、インサイドでゴリゴリに攻めてくるプレイヤーであります。インサイドでエアーズ選手のダンクっていうのは、かつて琉球でもそのダンクを見せた時には琉球陣も盛り上がったんですけども、その盛り上がりが名古屋に持っていかれたらめちゃくちゃきついですし、ちょっとでもね間を空けてしまったら、エアーズ選手のあの長い手から放たれるスリーポイントが綺麗にパスンと決まったら、琉球とてちょっと心が折れるかもしれないです。なんですけども、やはりそこはパワーフォワードの勝負として、先ほど述べたエヴァンス選手、ティリ選手がどう立ち向かっていくかっていうところが僕の今回の注目ポイントかなと思います。名古屋は今現在3位にいるんですけども、2位と3位が一緒なので、実質上あの首位攻防戦になります。初めて西地区で1位と2位、3位が激突することになるんですけども、ここで1位の意地を見せて名古屋を退けて沖縄に楽しく帰りってほしいなっていう風に私は思います。そのためにもキングスを勝つように応援していきます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。